今回は渋谷第3弾周辺のラーメン屋さんですね。この日はね、渋谷でもう原宿の方に仕事があったんで、まあ、渋谷まで出てって、まあ前から気になってたね、こちら、幸楽本店さんのチャーハン食べに来ました。お腹の隙があったらね、ラーメンも食べようかと思ったんですけど、ちょっとね食べれなそうだったんでチャーハンだけにしておきました。こちらね、前からね、長楽さんとね、総引きをなす渋谷のね、町中華で、チャーハンバチクソうまいよってみんなに言われてたんで、チャーハンもう大好きなんでね、食べなきゃと思ってね、来てみました。まあ、狭い店内なんですけど、まあ、ひっきりなしにお客さんね、入れ替わり立ちから入っててね、めちゃくちゃ繁盛してました。こちらがそのチャーハンですね。もうね、評判通りめちゃくちゃ美味しいチャーハンでしたね。どこよりもうまいとかっていう感じではなくて、もう昔懐かしの町中華で、あそこのチャーハン美味しいよっていう感じのチャーハンで、もう値段的にもね、間違いないなって感じでしたね。こういうね、なんかね、もうドキドキしながら頼むチャーハンじゃない、絶対安心っていうチャーハンがねあるって嬉しいですよ。もうね、チャーハンね、当たり外れが多すぎてね、辛いそしてこの日は、まあ、原宿の方からね、表参道沿いにブラ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 してたらね、三等価が出てきたんで、ああ三等価があると思ってね、入ってみました。僕実は三等価初めてなんですよね。もう昔からね有名なお店で、何やらねキアヌリーブスなんかも来てるっていう話じゃないですか。だから僕も、まあ、昔からね三等価食べてみたいと思ってたんですけど、続々と閉店していっちゃって、昔川崎にもあったんですよ。で食べよう食べようと思ったらね、なくなっちゃったんで、食べる機会がねじゃんじゃん失われてって、今回ねやっと初めて食べることができました。昔から気になってたね、あの赤いワンポイントは何なんだと思ったらね、梅干しでしたねもう憧れのね、三等価さんのラーメンはよく分かりませんでしたね。よく分かりませんでした海外でね人気という話なのでね、まあ結構ね、あのアメリカとかあっちの人間はね NG 多いんでね、まあいいと思うんですけどね。でもね、表参道にあってね、こんだけの値段でラーメン出してくれて嬉しいですよね。本当にね、感謝感謝です。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。